はい、どうも、ふめいでです。はい、すいません。今回は、新ズム来たということで、ガチャ引いていきたいと思います。基本的にスルー案件なんですけれども、私はスルー案件でも引いていきます。ちょっとまあ皆さんね、まあちょっと迷ってる方いれば、新ズム評価引くべきかっていう動画も上げてるんで、そちらを見てください。あとはこちらのコメント欄でもですね、引いたか引いてないかとか、何万で新ツム何体出ましたとか、まあ、そんな感じのコメントもぜひよろしくお願いいたします。で、まずは確率の確認ですけれども、6.22% と 8.3% ですね。まあ、とりあえず両方出るまで引きたいと思います。なんで 14% なんで、まあ、割と出るでしょうという感じなんですけど、はい。一応スキルマックスまでのツム数で言うと、ニックが29体だったかな。はい。で、ジュディが32体のはずです。はい、そんな感じです。まあ、そんなことはいいんですが、とりあえず引いていきましょう。マレドラ来たーマレドラは当たりや。なんならジュディとニックよりかも当たりや。ティモンは外れです。アラジン、さあよろしくお願いします。アリス、そう、もうそろそろ一体出てきてくれていいかなっていう感じですね。ガントゥー、お、スキル5、ガントもね、まあ言うて弱くはないんでね。ジョー、やばいぞやばいぞ、これ闇ガチャになるのか、もしかして。ティモシー、頼むぞ。レミー、やべえ、引きが悪すぎる。もう俺10連ぐらいしてない。ティーモン、頼みますせ。おお、ニック来ましたね。まあ確率が高い方なんですけど、あとはジュリー、もうそのままレンチャンできちゃってもいいんだよ。モアナね。うわ、モアナあと1体でスキルマンやん。それはでかいな。おー、出たー、よしよしよし、割と早めに完売できた。完売してねえ両方揃ったっすね。はい、よし、700何万あったっけ、700ちょいあったけど、まあ十数連でいけたかな。はい、ということで、まあリトルジュディはね、まあ結構優秀なんで、まあスキル1の動画もね、上げたいと思いますけれども、はい、まあこんだけ優秀なんだぞっていうのをね、お見せできるかなと思います。はい、ということで、まあとりあえず撤退ですね、これで。はい、まあ、皆さんもね、まあ、コレクションがてらこんな感じで引くのもありだとは思いますけれども、まあ引く際はちょっとね、コイン余裕ないときついと思いますので、まあそこだけちょっとお気をつけください。そんな感じで、ガチャ動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは、バイ。